メディアを再生するレッドメコールユースイートハートメディアを再生するユートライサムバディエルスメディアを再生するタイムオンマイハンズエセル・マーマンはアメリカ合衆国の歌手女優ブロードウェイの女王と呼ばれたニューヨークシクイーンズ区アストリア地区に生まれた本名はエセル・アグネス・チン・マーマン高校を卒業した後タイピストとして働いていたがナイトクラブで歌手として ステージに立つようになり、ボードビル劇場を経て1930年にブロードウェイにデビューする。その力強い歌声と正確な発音は、これまで一度も歌のレッスンを受けた経験のない彼女を、あっという間にスターダムにのし上げる。1950年初演の舞台、コールメマダムで、トニー賞ミュージカル主演女優賞を受賞する。最後の舞台は1982年。 その後、脳腫瘍の手術を受けるが、1984年に死去。俳優のアーネスト・ボーグナインをはじめ、生涯で4度結婚している。ありがとうございます。